こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューにこだわりの絵本を受けにさせてもらい、部屋についてやライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回はリンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではリンさんについて自己紹介をお願いします。はい、リンと申します。今は大学3年生で次が4年生です。で、趣味はアウトドアで、冬はスノボをやって、夏は今度は山に登ろうと思ってます。よろしくお願いします。というわけで、今回紹介していただくこちらのご自宅が、ここは間取りでいうとどういう間取りになるんですか？ 2DK ですね。 2DK です。 2DK、 だいたい平米数はどれくらいですか？平米数が45とかそこら辺になりますね。そこら辺です。はい、ということで、まあ、結構 DIY でいろいろ作ってたりとか、それこそインテリアもいろいろね、こだわりがあると思うので、そのあたりのお話詳しくお伺いできればなと思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初、こちらのキッチンから紹介をしていただきたいなと思います。まずこちらのキッチンスペースはざっくりどれぐらいの広さのスペースですか？ここは5畳ですね。5畳。5畳になります。ということで、なんかこのキッチンのコンセプトみたいな、なんかそういうものをこだわったポイントとか、そういうところがあればちょっとお聞きしたいんですけど、どんなところにこだわりましたか？ここは5畳に対して、このキッチンのシンクとか、このまな板置くところが大きいので、すごく幅取ってるんで、できるだけあの部屋が狭く見えないように、机とかを立つ空間にして広く取るようにしました。なるほどね。じゃあちょっとここから細かいアイテムのお話とか聞いていきたいなと思ってるんですけど、まずその全体的なところでいくと、結構 DIY をされてるんですか？はい、結構してて、キッチンが今家の中で一番 DIY をしてるところになりますね。なんかちょっと簡単にそれぞれ DIY したポイントじゃないですけど、それぞれちょっと教えてもらえますか？これが窓に合わせてキーをはめたり、あとドライバーで止めたりしてるところで、コップを置いたり、植物を置いたり、鍋を置いたり、いろいろ置くようにして使ってますね。で、これが、俺がいらなくなったベッドをばらしてつなげて作った酒棚になりますね。もともとベッドだったんですね、これ。もともとベッドだったんですけど、これをばらして作ったって感じですね。あとはこっち側にも、それで言うと DIY されたものがあるんですか？こっちのこことこのボードもベッドボードのもので、ベッドの頭とか大きい部分を使って、これも引っ掛けしたり、あとライトをつけしたり、こうやってやって、こうやったらついたりするような感じで、照明が欲しい時はこれつけて、夜とかいい感じに光りますね、これは。はい、じゃあちょっと今も軽くお話に出たけど、じゃあ順番にちょっとこっち側のアイテムから紹介してもらいたいんですけど、まずこの、コンセント、電源アダプターって言ったらいいですかね。アダプターとか、あれか、4口のこれですか？はい、こちらからちょっとお聞きしたいんですけど、これはちょっとブランド名が忘れちゃったんですけど、多分有名なやつです。すごくネットで2000円とかぐらいで買った記憶がありますね。4つ口で、なんかインダストリアルな感じで可愛いです、これ。で、ここからあれなんですね、はい、コンセントから引っ張ってきて、今照明を、間接照明をつけれるようにしてるみたいな。下から引っ張って、さらにまた引っ張ってみたいな感じですね。これちなみにこの照明はどちらで購入したんですか？これは楽天かな、ネットで買いました。でもいいですね、ここに間接照明つけるアイデアは。はい、でもなんか楽天なんですけど、多分天井用のライトをここで切り替えができてて、コンセントに変換みたいなのができて、確かに変換してるんですよね。そうです、そうです。を壁に飾ってるって感じですね。ここもいいアイデアですね。あとはじゃあこっち側ですね、ちょっと先ほどお話にも出たここの、はい、ここはダイニングスペースみたいな感じなんですか？そうです、ここで基本的にご飯食べてます。じゃあここのまずハイテーブルからちょっとお聞きしたいんですけど、これはどちらで購入したアイテムですか？このテーブルがローヤで買ったもので、椅子2つは楽天ネットで買いました。
ここも結構卓上にそれこそちょっとインダストリアルな照明とかもこれありますけど、はい、この照明はどちらで購入されたんですか？これが あんま分かんないんですけど、アフタヌーンティーっていうカフェ、なんかお茶のブランドみたいなのが昔出してたとか出してないとかちょっとよく分かんないんですけど昔のライトですね。昔っていうか出してたやつのライトっぽくて、多分今廃盤で多分ないと思うんですよね。あんま見ないと思います。これもすごいなんか独特なデザインですね。はい、あとはポットか、ポット、このポットもどちらの？このポットが最近買ったっていうかもらったバルミューダのやつで、親戚の結婚式の祝いのお礼みたいな感じでもらったやつで、ギフトで送れてきたやつです。へえ、めっちゃ湧くの早くて助かってます確かに大事ですよね、はい、はいはいはい。あとは、まあ、先ほどこの DIY した棚のところに、はい、右下の方かこの缶をそれこそちょっとこれですかね、クラフト作品みたいな感じでいろいろ作ってると思うんですが、これは何ですか？これは俺じゃなくて同居人が作ったやつなんですけど、植物とか入れたり小物入れたり結構何でも入れるプラントポットにもなる系のやつですね。これはもう簡単です、作りました。あ、すごいっすね、はい、これ同居人が同居人が作ったものです。へー、あと結構部屋の各場所にプレート、ナンバープレートみたいなものとかがこれもあったりもすると思うんですけど、これも同居人がメルカリで好きな数字、自分の誕生日とか家族の誕生日とかを選んで入れて、そこのやつとかはハートがあったりするんで多分珍しいやつですね。へー、全部ちゃんと使われてたヴィンテージのやつだと思います。ヴィンテージの、じゃあ実際のどっかの車の本当にナンバーとして使われてたものとか、はい、それがメルカリかなんかで売られてて買ったやつですね。へー、面白いですね。はい、じゃあちょっとこっち側に移動していただいて、はい、ゴミ箱、これもちょっと DIY というかされてると思うんですけど、これも普通になんか売ってるやつを頭のこのここだけ塗ってステッカー貼ったりして、燃えるゴミと燃えないゴミを分かりやすくするために貼りましたね。へー、これもでもやっぱ普通のゴミ箱も DIY するとこのインダストリアルな空間に、はい、同居人がしました全部やってもらってるんですね、DIY で。あんまり俺やってないかもしれないです。なるほどね、分かりました。はい。ありがとうございます。続いて、リンさんの自室紹介していただきたいなと思います。はい。こちらのお部屋は、だいたい何畳ぐらいのお部屋ですか？7畳で、このクローゼットが1畳分ぐらいありますね。うんうん。ということで、じゃあこのお部屋のコンセプトやこだわったポイントがあれば、ちょっと教えていただきたいんですが、何かありますか？僕自身ラフっていう言葉が好きで、まあ、ラフでリラックスができて、あと生活動線を気にした感じにしました。じゃあちょっとここから細かいアイテムの話聞いていきたいなと思うんですけど、はい、じゃあまずこちらの、まあ、レコードが置いてある棚って言ったらいいですかね、からちょっと紹介を、ね、はい、していただきたいんですが、これが無印で昔買ったやつで、俺のものじゃなくてもらったやつなんですけど、家族から、うんうん、昔無印で出てたっぽいですね、この棚が。今出てるか分かんないですけど昔の無印になります。で、まあ、上から順番にいろいろ置いてありますけど、はい、じゃあまずはこのレコードプレイヤー、これが友達が誕生日プレゼントでくれたやつなんですけど、このレコードプレイヤー自体にスピーカーが内蔵されてなくて、うん、で買うしかなくって、でこっちの2つの下にあるんですけど、レコードプレイヤーを買っ、あ、じゃねえや、スピーカーです、スピーカー、スピーカーを買ったんですけど、このスピーカーもスピーカーで音ちっちゃくって、なんか全然まあでもあれですね、起きた時とかにかけたらいい感じに静かなのでたまにかけてます。じゃあ結構レコード、音楽自体もいろいろ集めてらっしゃるんですか？いや、でもやっぱもらっただけなんで、そんなにレコード自体は知らなくって、うん、まだでも10枚も持ってなくって、全部ブックオフとか近くの近所のユーズの店で買ってるって感じですね。普段好きなアーティストとか、来てる最近アーティストとかいます？
うわ、レコードは全然関係ないんですけど、あの AJR っていう、うん、男性3人組のアーティストの曲をよく聴いてますね。わかりました。あとはレコードの横にあるこの照明についてちょっとお尋ねしたいんですけど、これはどちらで購入したいというんですか？これは IKEA のものですね。普通に IKEA に、まあ、今でもあると思います。結構こういうインダストリアルなアイテムというかアメリカンのこう雰囲気というか、そういうものがお好きなんですか？はい、好きです、好きです。あとは、ここのポスター、額装してあるこのポスターについて、はい、これまあこれはキャンディタウンがあの最後に出したラストアルバムっていうポスターじゃないや、特典みたいな、そうです、それについたポスターです。好きなので飾ってます。解散しちゃいましたもんね。はい、解散しました残念です。残念でしたね。あとは結構こうお部屋のここもところどころに上のような棚、はい、ついてると思うんですけど、こういうのは DIY なんですか？これはこれもまあ一応 DIY っちゃ DIY なんですけど、簡単なやつで無印で全部出してるやつで、へ、壁につけれる家具みたいな感じで、はいはいはい、有名なやつだと思います。うんうんうん、それをじゃあつけて使ってらっしゃるんですね。はい、うんうん、あとは上にあるこの照明、これが、はい、これもネットで買ったものでマリンライトって言って、あの船とかによくあるやつですね。 あれを天井につけてます。へえ、これもいいですね、雰囲気が。はい、これもなんかピンタレストで見たやつ真似して買いました。わかりました。あとはじゃあ今度こっち側のスペース、ソファースペースですね。はい、ちょっとお話聞いていきたいなと思うんですけど、じゃあまずソファー、これはどちらで購入したアイテムですか？ソファーが、ジャーナルスタンダードファニチャーで買いました。あ、ソファーじゃないやどれをジャーナルスタンダードファニチャーで買ったんですか？ラグでした、すいません。ラグ行きましょうか。ラグでした、はいはい、ラグがジャーナルスタンダードファニチャーで、ソファーが近くのトレファクで3万円ぐらいで買いました、はい、おお、結構じゃあお買い得なこれアイテムでしたね。元は10万円いかないぐらいで、一応シギヤマ家具っていう日本のブランドのやつらしいんですけど、この部屋の間取りがこれ、この壁がどうしてもやっぱ外せなかったっぽくって、リノベーションの時に、うんうん、どうしてもこの空間、あ、空間か空間にはめるようにソファーをやる、はい、を置きましたね。確かにサイズちょうどですね。あのなんかいい感じの閉鎖空間ができて、ここ落ち着きます、うんうんうん、結構座り心地とかどうですか、いかがですか？ここのソファーは、ここのいつものっていうか普通のソファーに比べたら座面がここ広くって、うん、すごくあの腰深くまで座れたりして、友達呼んだ時はここで寝てもらってますね。あ、いいですね。はい、結構あとクッションカバーとかも、はい、かわいいですね。これこれかわいいです、うん、でもIKEAなんです。へえ、はい、IKEAで見つけたんだいいですね。はい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 。あとはこちら手前にある、はい、ローテーブル、はい、これは今どうなってるんですか？これは何かの使ってたテーブルにもう木の板を直接置いちゃって、なんちゃってでやってますね。へえ、置いてるんですね。はい、これ天板はなんかどちらかあれ別の場所で買ったんですか？天板があの町田にある町エコっていうなんか地域復興系のセンターみたいなのがあって、そこで2000円ぐらいで買ったものですね。へー、金額もじゃあこれもお手頃です。もう安いですね。もともと捨てられたものをきれいにして売るっていうのがコンセプトらしくて、いいですね、はい、うん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 、あとはじゃあ後ろソファーの頭の部分にある、はい、これですか、ここですね、はい、このスペースちょっとお聞きしたいんですけど、まずレコードですか？これはい、これがバックストリート東京って言って、全然知らなかったんですけど、買ってちょっと調べたらなんか補定下の名前わかんないですけど補定っていう人と、あと小田和正が関係してるんじゃないかっていうものですね。へえ、はい、一緒に作ったであろう楽曲？多分そうだと思います。どうですか、聴きました？曲は聴きました、聴きました、うん、いい感じです、すごく。小田和正さんが歌ってるんですか？の声が聞こえるんですよ。だから声が聞こえるんだ。多分そうだと思います。小田和正で間違いないと思います。あとは上にあるこれ写真、これ写真でもちょっとお聞きしたいんですけど、これはおばあちゃんと
僕のおばさんが写ってる写真をなんかいい感じで撮れたっぽいんで、コピー機かなんかで入れて大きくして額縁に入れたやつです。これもう写真めっちゃ綺麗、いい写真ですね。そういい感じなんですよ、うん、すごい雰囲気もあって、うん、いい写真飾ってます、うんうんうん、あとはこのリンさんの横にあるスツール、はい、これなんかガムテープとかで今補強というかなくされてますけどこれはちょっと一回友達に壊されちゃったんで、はいはい、ガムテープで補強したりしてやってますね。これもスツールもめっちゃ昔のやつで、俺もどこのとか何とか全然わかんないこれ英語でなんて書いてあるんですか？デストロイドバイデブですねちょっと悪口ですけどすいません、悪口書いちゃったんで、はい、申し訳ないですじゃあ今度、あ、その下か、はい、これリュックですか？これそうです、これが学校用のリュックで、サロモンなんですけど、吉祥寺にある山道具専門の古道具屋、ユーズのお店で買ったもので、うんうん、2000円ぐらいで買えてこのサロモンのリュックが、そこの店どこもなんか安くて、で山のいろんな道具売ってて珍しいお店でしたね、はいはい、おすすめです。わかりました。あとはじゃあ今度ちょっとベッドの奥側の方ですね、はい、移動していただいて、こちらの寝室スペースを紹介していただきたいなと思います。はい、じゃあまずこっち側で言うと、じゃあちょっとこの、ベッドサイドかにある、はい、このプロジェクターって言ったらいいですかね、はいはい、ちょっと紹介していただきたいんですけど、これ有名なやつですね、ネビュラの、うんうん、なんか持ち運びできるポータブルのやつで、こっちの方にクローゼットの壁に移して夜見たりしてますね、うん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 、映像とかはやっぱ綺麗ですか？全然綺麗だと思います。よく映ります。うんうんうん、であとこの辺で言うと、それこそこの、コルクボードでしたっけ、はい、にいろいろこう雑貨というか飾ったりしてる、もらったものとかお店で買った時についてきたやつを飾ったりしてて、うん、そうですね、これとかグランドキャニオンの石ですね。へえ、行ったんですか？いや行ってないです、友達がくれたんですけど、グランドキャニオンの石くれたんですよすごい興奮しますね、ちょっとそれは興奮しましたね。確かに書いてあるし、グランドキャニオンって書いてる。これでも自分で友達が書いてる。いや友達がこのままくれたんですよ、このリザパックレートマンも、書いてないとただの石ですから。ただの石ですからね、まあ、価値がなくなっちゃう。危なかったですね、はい、あとじゃあこの辺だとやっぱ思い出に残ってるものも結構多いですか？多いですね、なんか人がくれたものとか買ったものとかいろいろありますね、うんうん、適当に飾ってます、いろいろ。あ、適当に、はいはいはい、分かりました。あとはじゃあその下、はい、この黒いこの収納ボックスって言ったらいいですかね、これが無印で昔出てた硬質パルプボックスってやつで、これも俺が買ったわけじゃないんですけど昔出てたやつで、あんま見ないですよね無印で。確かに無印っぽくないですよね、ちょっと雰囲気は。なんかかっこいいですよね、すごく、うんうんうん、気に入ったんで使ってます。わ、うんうんうん、かりました。あとはこの辺で言うとこっち側か、はい、この頭の方にまたこれもサロモンのリュック、はい、これも夏とかこれからとか前登ったんで山に、うんうん、その時に持ってってます。これはこっちのさっきのやつよりも大きいんですよ、うんうん、だからこっちの方が山向きって感じですね。あ、そうか、山を登る時にね、はい、こう使い分けてるみたいな感じなんですね。わかりました。そしたらじゃあ今度、はい、反対側ですね、はい、こちらの収納の方に移動していただいて、クローゼットですね。そうですね、こちらに洋服が入ってるって感じなんですか？洋服ほとんどここに入れてますね、うん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 、洋服はお好きですか？好きです、好きです。普段はなんかどういうスタイル、それこそサイズ感とか素材感とかなんかどういうものを？もうラフに着れるもので、あんま色物を買わないですね、うんうんうん、明るい色とかの服は着ないで、まあ、ラフにどこでも行けるように、このまま外出れるようにのが好きです、うんうん、なんか最近買ったもしアイテムがあればちょっと、まあ、2、3点紹介していただきたいんですが、何かありますか？最近買ったので言うと、このサンサンギアっていう韓国のブランドのパンツですね、うん、韓国に行った時に買いました、うんうんうん、なんかここすっごい取れるようになってて、ちょっと今取ると面倒くさいんで取らないんですけど、はい、
なんか形変えれるよみたいな感じでやって、うん、で珍しいですね。今多分これブランド有名だと思います、うん、だいぶみんな知ってる気がします。あとは何かあったりします？あとは珍しいのだとこれですね。ジョングラッコーって言って、昔なんかもうめっちゃ昔のテント職人が履いてたパンツをサンプリングしてるみたいな、元にしてるパンツで、はい、昔だからあのなんかここら辺に変なポケットがあったり、うんうん、あんま見ないやつですね。でもうこれバイト用で使ってるのでめっちゃもうボロボロなんですけど、これお気に入りですね。これ一番です。これ一番好きです。普段はなんかよくチェックするブランドとかセレクトショップとかなんかあったりするんですか？はあんまなくて、もうトレファクトセカストに行きまくってます。あでそこで、はい、まあ、古着とかを、はい、もういいもの見つけたらそこで買ってるって感じですね。わかりました、ありがとうございます。はい、あとはじゃあ最後こちらのスペース、はい、ちょっと移動していただいて、でここが、どんなスペースになるんですか？鏡とあと、帽子とかあと家に出るときに必要なものをまとめてます。じゃあここのスペースで言うと、まずじゃあラグからちょっとお聞きしたいんですけど、これはどちらで購入した？ラグもこっちと一緒でジャーナルスタンドファニチャーで買いました。これも何のデザインなんですかね？わかんないですよね。モンハンみたいな。モンハン、あんまモンハンみたいな、なんかよくわかんないですよね。名前なんだっけな、名前忘れちゃいました、すいませんまあ買ったやつってことでね、はいはい、あとはこの辺だとスケートボードの板、はい、これありますが、高校生やっての時にやってて、なんか裏もいい感じに削れてかっこいいので飾りました。うんうんうん、今あんま乗ってないんですかスケボー？今スケボーじゃなくてスノボーをやってます。玄関というか外に今板置いてますね。うんうん、今年すごく行きましたスノボー、楽しかったです。あとはキャップ。キャップがたくさんありますが、結構普段から被るんですか？キャップ被るんですけど、だいたい被るのこれで、これ海馬コーポレーションってあの遊戯王の、はい、海馬社のやつで、はい、めっちゃ形良くて、もうバイトだろうが普通に遊びに行く時だろうが、もう気にせずこれだし、これをだいたい被ってます。うーん売ってるんですよ、こんなちゃんと。いや売ってたんです、これもセカストで買って1000円ぐらいで売ってました。へー、あとは鏡、これ鏡は、はい、まあ、DIY というかあれですよね、つけてらっしゃるみたいな感じですか？そうです、このやつ立てて2本立てて IKEA で買った鏡を壁に貼り付けてます。うん、簡単でしたかつけるのは？簡単でした、簡単でした、うんうん、もう DIY 慣れたので、うん、ちょろかったです。ちょろかったですか、はい。これちなみにこれ割れちゃった、これデザインじゃないですよね？デザインじゃないです、割れたのは自分のあれですね、なんだっけとりあえず椅子に前置いたんですよ、はい、で椅子のこうつながる部分のここの部分わかりますかね、そこのパイプにめり込んじゃって、あらこっちが、はい、でガーって広がっちゃった感じですね。割れちゃったんです、はい、買い替えた方が多分なんか演技的に良さそうな演技悪い気がしますね、このままだと。確かに、まあいいやって感じです。わかりました、はい、ありがとうございます、はい、続いて玄関紹介をしていただきたいなと思います、はい、まあ、玄関もかなり DIY をここはされてらっしゃるんですかね？そうですね、ここも結構してる方だと思います。これはまず どれが DIY になるんですか？この棚を、うん、楽天で買ったさっきのあれキッチンのスペースと同じのを使って、ここに棚を設けて上に雑貨っていうか日常生活品を入れしまってるって感じですね。これは壁、まあだから結構、棚を壁付けでいろいろつけてらっしゃると思うんですけど、はい、これ普通に賃貸でも、賃貸ですかここは？一応ここ賃貸で多分大丈夫だとは思いますねこれぐらいだったら、うん、まあ最悪払えばいいのであんま気にしてないと思いますどっちも。そうなんだ、はい、この辺だとまあこのジーンズのこの小物を入れてる、はい、このアイテムはすごい可愛いと思ったんですけど、これはどちらで購入したんですか？これはなんかフッサのアメリカのストアみたいなので買ったボルコムっていう、よくスノボとか
あるようなブランドのやつで買いましたね。これは小物入れとしてたくさん入れてます。この辺は普通に普段とかドライバーとかメジャーとかドライバーとかハンコとかメジャーとかいろいろ使ってます。でも かっこいいですね。雰囲気かっこいいです。これ、うんうん、気に入ってます。これすごく。あとちょっと気になってたのが結構このご自宅の照明のスイッチ、はい、すごいこれもなんか可愛いですけど、はい、これは どういうこれ元々ですか。これはこれも100均かメルカリかなんかで買って全部統一してるんですけど、はい、それに合わせて上の黒いやつが、テープライターみたいなので作って自分で、どのスイッチがどのスイッチか分かりやすくしてますね。そういうことなんですね。はい。なるほどね。これも結構簡単なんですか DIY というか。簡単だと思うんですけど、あの同居人がまた作ってたので、俺はちょっとよく分かんないんですけど、でもそんなパパってつけたので難しいもんじゃないと思います。あとまあ玄関だとスニーカー、はい、靴とかちょっとまあいろいろこだわってらっしゃるということでちょっと聞いていきたいんですけど、はい、まず今履いてらっしゃるこれがはスブとナンガのコラボのやつで、はい、なんか他のやつよりもあったかくて裏とか柄があったりして、うん、これ可愛くて、うんうん、冬もほとんどその僕時とかもこればっか履いてますね。スブあったかいですよね。スブあったかいです。安いですね。安いですね。高くないですよ。確かに確かに。あとはまあお気に入りのスニーカーがいくつかあるということなんで、ちょっとそちらも紹介何足かしていただいてもよろしいですか。はい、最近買ったのだとこれですね、うんうん、このゴアテックスのニューバランスのスニーカーで、うん、韓国に旅行行った時に、韓国って天気悪くて雨多いんですよ。確かに。だからあの雨用の靴持ってってなくて、うん、これを買いましたね。カイルっていう韓国初の山のブランドがあって、そこで買いましたね。結構おい高いんですか。いくらだろう。ウォンだったんで分かんないんですけど。あ、そうか。ウォンだから20万ウォン2万。あ、じゃあ2万円ぐらいかぐらいですね。で新品を買いました。ほう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 。あとは何かあります。あとはやっぱ気に入ってるのとこの白のコンバースで、うん、まあ、だいぶ汚いんですけど、やっぱコンバースは汚い方がかっこいいと思ってて、うんうんうん、で日本製のやつですね、コンバースは。うーん、これめっちゃ気に入ってます。結構昔から履いてるんですか。昔から履いてるかもしれないです。2年前ぐらいかな、うんうん、ぐらいから履いててよく履いてますね。前はバイト用として汚すために使ってました。あ、そうだった。いろいろ汚れた方がかっこいいと思ったので、はいはいはい、それで履いてます。お気に入りです、これも、うんうんうん、って感じですかね、靴は。うん、わかりました。ありがとうございます。はい、続いてリンさんのこちら普段使っている自転車をちょっと紹介していただきたいなと思うんですけど、はい、自転車は結構これは普段からかなり乗ってるんですか。これはもうバイト行ったり遊んだりするときにはほとんどのこれ乗ってどっかしら行ってますね。これはどちらで購入したんですか。これが吉祥寺のお店で買って、なんか自転車屋さんじゃなくて、なんか他にもいろいろ野菜とかなんか雑貨が売ったりしてる変な店があって、そこで買いました。変な店。はい、いっぱいありました。なんかいろいろ。これなんかカスタムなんですか。いや、これカスタムじゃなくてもうデフォルトでこの形で売ってて、元っていうかこれスウェーデンのママチャリらしくて、で珍しくて、で価格もそんな高くなかったんで買いました。うーん、すごい後ろのタイヤのホイールの部分とかかっこいいですね。そうなんです。ただこれがちょっとあの木の棒挟んで曲げちゃって、あ、そうなんだ。だいぶもう直んなくなっちゃったんですけど、ここでもすごく綺麗に入っててかっこいいですよね。あんま見ないような気がします、うん、これは。結構やっぱ高かったですか。いや、でもこれ3万円で買えて、すっごいなんか安くてめっちゃすごいいい買い物ですね。もう行っちゃえばおすすめです。どこ全然スピードも出ますしタイヤも大きいし、ただサドルがちょっと高いんで、あ、そう、最初、うん、女性はちょっと難しいかなって、足つかない人が見るかもしれないので、うんうん、そこだけ気をつければ値段も見た目も全然コスパ、うん、めっちゃいいと思いますこれ、うんうんうん、確かに。分かりました、ありがとうございます。はい、ということでリンさんの記憶的ルーム撮影させていただきました。ありがとうございます。最後にリンさんの方から何かお知らせしたいものとか告知したいものがあればしていただければなと思います。そうですね、この動画が
四国回ることと、あとインスタグラムも一応あるので貼っといてもらえると助かるって感じです。はい、よろしくお願いします。はい、ちなみにインスタは普段どんな感じで発信というか、いや、もう本当にただの大学生って感じなんですけど、特にあれもないんですけど、部屋も載せたりしてるので、よかったら見てもらえればいいかなと思います。はい、ということで、じゃあ気になる方はリンさんのインスタグラムチェックしていただければなと思います。お願いします。はい、というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストはリンさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。